ピコ島の一ピコ島の地形図、ピコ島は、ポルトガルの最高峰火山ピコで知られる、アゾレス諸島の島。ポルトガル領。中部群島に属し、アゾレス諸島、第二の面積を持つ。島の主婦はマダレナ。面積は446平方キロメートル。島内、の人口は約1万5000人。ピコ島の清掃火山、ピコ山の風景ピコ島は、 アゾレス諸島のサンジョルジェ島から南に1 7 5トル、ファイアル島から東に7トルに位置する。島は全体に細長く、長さ4 2トル、幅は最も広いところでは1 5トルになる。火山島であり、地形は急瞬である。ピコ山は、島の南西部に位置し、標高は2 3 5 1ルで、ポルトガルの最高地点である。 清掃火山である。最後に観察された噴火は1963年のものである。著名な噴火には1562年から1564年にかけての噴火、1718年及び1720年の噴火がある。これらの噴火による溶岩流の跡は1 0トル以上に達し、現在でも見ることができる。 1980年まで捕鯨基地として使われていた。アゾレス諸島は大西洋の大陸方の縁に位置し、水深の深いところに近かったため、漁業基地に公的であったためである。現在の主な産業は観光業、漁業、造船、ワイン製造である。ピコ島で産するワインはピコワインとして、ポルトガル政府の原産地統制の対象であり、優れた品質で知られる。 主な集落は、マダレナ、サンドッケドピコ、ラチェスである。海洋性気候であり、陶器温暖で、かき霊量な地中海性気候である。15世紀以来続く伝統的なピコ島の農業景観は、2004年、ピコ島のブドウ畑文化の景観として、ユネスコの世界遺産に登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。 クライメート、ラジアス・ドゥー・ピコ。2016年3月閲覧。溶岩の島にぶどう畑読売新聞2013年10月24日。夕刊10面。ありがとうございます。